MLB、吉田、正隆が R ソックス、爆笑、入団会見、松坂さんからダウンを、英語で自己紹介も、5年124億円は日本人や手最高額、一番いい評価をしていただきました。レッドソックスは15日、日本時間16日、オリックスからポスティングシステムを利用した吉田、正隆が野シと5年契約を結んだと正式発表した、背番号は7。 本拠地フェンウェイ・パークで行われた会見では、正孝、吉田です。はじめまして。英語を話せません。緊張しています。と英語で自己紹介した。5年間で9000万ドル。約123億9000万円。の契約。日本から移籍した野手では株数、鈴木誠也が野手を上回る歴代最高額だ。交渉解禁初日の異例のスピード決着となった。会見では本拠地用ユニフォームに身を包み。 一番いい評価をしていただきました。早期決着で、びっくりしました。と笑顔を浮かべた。フェンウェイ・パークの印象について、テレビでは見ていたんですけど、今日初めて生で見て、すごく高くて歴史のある球場だなと感じました。と話した。レッドソックスでは9人目の日本人選手、米メディアから契約前に、先輩、と話したかと問われ、特にはないんですけども、松坂さんからツイッターでボストンは寒いので。 ダウンジャケットを持ってきてくださいと言われました。と話し、報道陣の笑いを誘った。